じゃないの、サオ。サオとりあえずライト小味ニングから始めようかなって釣れそうじゃないですか。釣れそうだね。僕はベイトフィネス。ベイトフィネス。じゃあライトとちょっとメタルジグでね、二人で探りながら。本気じゃん。いや本気でしょ。本気。ガチ。ガチ。先を見ながらやってみますか。遠投したいところだけど、足元がもうどんどんすごいのよ。なんかもう入り組んでるっていうか、ストラクチャーだらけで。今僕の頭の中とんでもないことになってる。お、なんか当たったね、今ね。下でキラってなったんで。なんでもないよ。え海藻、海藻。え、なんかくっついてません？海藻、海藻、海藻です。え、ちょっと見せてくださいよ。海藻多いからね、今の時期ね。なんか今丸っこいのが見えたんですけど。海藻戻してあげないと。あ、天日干しされちゃった。お、なんだ、なんだ、なんだ。おー、消しちゃったね、ずっとヘコヘコしてると。あれ、帰ってきた。あれあれ、寝かかっちゃった。ヘコヘコヘコってやってるだけ。簡単でしょ、これだったら。誰でもできる。あ、いいですよ。さあ、ヘコヘコやってみようか。はい。ヘコヘコ。ちょっとずつ巻きながらね、待って、ヘコヘコヘコ。今何グラムですか？今5。ピッ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 っていうのもいいんだけど、ホワンホワンホワンってしてても釣れそうな気しない？うん、確かにそうですね。来た、来た。来ました。はい。お、真っ白いキジハタ。はい、来ました、キジハタくん。楽しいね、スローテーパー。マイクロジグフラットの 5g やってった。白いね。白。どうしたんだ君は。なんか悩み事でもあるのか。悩み事があるならいつでもラインしてきてくれ。ラインできんの？え、できないの？してないの？ラインしてない。え、できんすか？え、してんすか？いや、それ普通だよ。普通な、うん、だって2020年だもんね。魚とラインぐらいするでしょ。しないの？ちょっと遅れてるんで。登録しといて、ちゃんと。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。綺麗。おー、来た。おー、来たね。ちょっと大きすぎましたね。よっしゃー、なんだこれは。ベラーベラーくん。これ何ベラって言うんですか？これ何ベラでしょうね。笹の葉かな。あー、よく引いた。色もね、ちょっと茶色かったからね、騙されました。あの子かと思ったらベラくんでした。ガルプ何でも釣れますからね。でもベラって本当はあのベラより九線っていう方のベラの方が美味しいんですよ。細いやつですね。細いやつ、そうあっちの方が塩焼き最高ですね。ただ関東だとその置き場所、維持費。そうですね。お、来た。これはちょっとなんだろう。あ、タイだ。おしゃ。あ、違う、キジハタだった。キジハタ来た。やりました。一応ね、本命今回狙ってるキジハタ来ました。ね、引きやっぱり強烈。このサイズでも、まあ、ベイトフィネスに持ってこいなサイズですね。いい曲がりしてましたね。ねえ、うん、結構バーフィネスでも綺麗に曲がりましたね。お気に入りました。そうですね、遠投して。何で釣れたんですか？ガルプの3インチですね。3.2インチのパルス、もう切られちゃいました。ガルプ何でも釣れるんでね。あの、困った時はガルプ。さあ、続いてパルスから今度はですね、じゃじゃん、ガルプのこのサンドワン。これがどうしてもキジハタ、一度でもいいから釣ってみたいって方におすすめの、子供でも釣れるって感じですね。サンドワン、こちらでやってみたいと思います。セイベルシンカーでフリーリグ。これはやっぱ誘導式なんで、パクってキジハタ食ってもフリーなのでね、吸い込みがいいんですよね。でガルプなんで味と匂いなんで、当たり感じなくてももう食ったら離さないんでね、ワンテンポツーテンポ合わせが遅れてもフッキングします。ですのでおすすめです。俺も使おう。
ジグヘッドにつけて。ジグヘッドにつける、うん、ジグヘッドは何グラムぐらいのなんですか。本当は5でやりたい、でも4しか持ってないから4でやる。根魚鉄板のワームだからね。お、来た。ワームに変えて一発。でもこれはちょっとね、違う引きですね。でもやっぱダモンでも釣れる。これはクジメじゃないですかね。クジメ来ました。あ、本当だ。バカアルプ釣れるね。見て見て、こんなちっちゃい口にこんなオフセットハックに吹きにするってすごくないですか。クジメリング流行ること間違いなし。ね、当たりが一気に増えたね。うんうん、まあ当たり多いと楽しいよね。お、来た。おー、すげえ曲がってる。来た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 。よし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 。いいぞ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 。これは本命。なんだなんだ。あげますよ。おー、そう。いやー、いいね。サンドワーム一気に釣れるね、やっぱりね。サンドワームすごいね。変えて数頭目じゃない？数頭目、ね、でも1頭目でもすぐ当たりあったから、毎回当たりある。スローテーパーだ。このサイズでぶち曲がり。やってた。楽しそう。やりました。はい、ということで船行きましょう。船行こう。船なの。魚団がないで釣りするって。いやー、いいね。おお、想像しながら。おお、すごい。この辺でやりましょうか。はい、ということで、あの船長のご厚意で船乗りました。ちょっと。ああ、重り加えてる場合じゃないから。ということで、引き続き僕は VTR ですね。やってみたいと思います。船長が優しくてね、船乗っけてくれるっていうんで、まずはメバルポイント、いろんなの人ね。ゆつはマイクロジグ。マイクロジグ何グラム。お、水深が 5,6 メートルぐらいって聞いたんで。トモさん何グラム。メバートの 4.8 にベビーサーディン2つつけて、ちょっとダートで来た。食った。でかいですね。金メバル、黄金に輝く。来た。ダブルヒット。来た。これも、こっちも。おー、飲む。間一発じゃないですか、今。ダブルヒット。はい、見てこの大小。船長の。はい、ヒット。見えっぱり。僕はマイクロ、ジグフラット。メバートでダートしてて。ありがとうございます。ありがとうございます。人工魚礁ですよね、ってみれば。普通にサザエとかもう育ってるんですか。アワビもね。来た。おー、なんか違うぐらい。こっちも。ダブルヒット。ダブルヒット。餌取りのツートップじゃないですか。ツートップ。これはこれで。これはこれ楽しい。笑顔にしてくれるから。何でもいいと。あ、フィッシュ。なんだなんだ。何が来るの。お、来た。これはアジ。おお、また。ちょっと大きめの。ナイスアジ。ねえ、ベビーサーに来たのはダートできましたね。でっかいし、よく釣れましたね。今回アジに好かれてます。来た。おー、それは引いてる。やばい。おー、これ来たよ。おー、いいサイズ。ました。今度はライトゲームの2トップ、しかも金。ういういやりました。来た。これ引いてるよ、結構。真っ赤っかだよ、ほら。来た。
お白だ。スリムで。おおいいね。白白。バチコン9000。完全これ餌釣りですもんね。逆ダウンショット。あら、あら、穴ハゼ。結構釣ってますね、穴ハゼ。結構釣ってます。おお、おっしゃ、9000だと。本当。キープしましょう。おお、キンメバル。おお、でかい。やっちゃった。キワにいたね。赤金とキンメバル。ああ、なるほど。あれ、フロップルだったっけ。サンドワームはね、もうね、漁師関係なく何でも釣れんのこれ。絶対何かいるもんね。わあ、やったー。赤いの来ました。よいしょ。はいはい、おい、来た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 。赤いスリムでマダイチャリコ。やった。オッケー。はい、映るしかないじゃん。ドラマ魚、ドラマ魚、ドラマ魚、ドラマ魚来た。ドラマ魚、ドラマ魚。おっしゃ、おー、アジ名人。バチコンスタイルでの味でした。いい味だね。ね、イエーイ。お、来た、ドラマ魚、ほんと。ドラマ魚来た。ガチンコドラマ魚。お、来た来た、かぶせて。おじい。おじい、あれ味タイム。スリムの赤金、サンドワームね。楽しいっすね、船長ね。やっぱここだね。ここが魚種豊富だね。また味釣れそう。来た。よいしょ。引いてない？なんだ。いい味、いい味。いい味。ギリギリ。そっちも来た。あれ、いい味。いい味。マジでかっ。楽しいね。どんどん行こう。ちょっと外側にいるんですね、味は。ちなみに、うちの何グラム？おお、連発中。7とか使ってたんだけど、3に変えました。3に変えたら当たりが連発中。おお、もうアジ連発。マジ量産だ。これちっちゃいから逃がそっか。アジ漁になってた。アジ漁見て、この曲がり、めっちゃ曲がってる。なんだ。キンメバル。うわ、すごい綺麗。ちょっと水中潜って撮りたいね。あ、これでかいね、これ綺麗ですね。これも外側にいたね。これでも年だね、こいつ。キンメバね。キンメバ。オッケー。